修行気分で来たら体操してる顔ぶれのましてや怖い先輩もいらっしゃるんですね。いやちょっと言えないから全然言えない。相変わらずお世話になってますんで、今日は精一杯やろうと思ってまだビールは飲んでおりません。だからちょっとコーラ飲ませてください。キャナイコーラシラフなの本当ですか。どうしたそれ、シラフなの。そういったわけでですね、僕らもこういつもホットタイムさんには大変お世話になっておりますからね。言ってるだけなんかダイヤがすごいんですよ。いいんですけど、僕らはいつもやってる曲というよりは僕ら自身がもう震えるほど新しすぎてですね、うまくいってるかどうか分かりませんが、皆さんどうか力を貸してください。じゃあ、エナライトという曲を聴いてください。
すごい改めて聞いてね、いい歌だなと思ったので、ね、皆さんもぜひ聴いてほしいなと思います。
オリジナル曲をやって最後のラストの曲そのまま続けていきますので、そういうふうに思っていただける方はまたライブに足を運んでいただきたいなと思っております。イエーイ、世界へという曲に入れたい。
ですか。なんだよ。言い訳を。何もないですよ。何もないよ。言い訳なんだよ。何もねえよ。じゃあ、それは。そうですね、本当ミレニアムという曲を聴いてください。
やれよらーってちゃんとやります。やっぱり怖い先輩たちのつながりの先輩は怯えながらやらさせていただきます。よろしくお願いします。夢を通